チャオ、あっちゃんです。今日は、イオンでトップバリューの炭酸水見つけたんで買ってきました。はい、飲んでみたいと思います。はい、ということで、トップバリューのスパークリングウォーター炭酸水、強炭酸ゼロキロカロリー、普通の炭酸水、ノンフレーバーの炭酸水、水、硬水、炭酸だけ、イオン株式会社、イオンのトップバリューの炭酸水です。完全ゼロキロカロリーの00000って書いてあるんだけども、カロリーも何も、中の何もね、完全な炭酸水です。飲んでみたいと思います。これ68円だったかな。ちょっとね、普通の炭酸水ちょっと高いねんけども、高い言うても安いけどね。どんだけ強炭酸なのかな。開けた感じシュワシュワ感はそんなにないねんね。飲みます。はい、飲んだ感じね、確かに強炭酸やねんけどね、炭酸水ってね、こう口入れた瞬間にすごい苦みを感じたりはするけど、そんなすごく少ないし、飲みやすい。で、後味もね、すっきりしてる。そんなにミネラルウォーターやからね、味もないんだけども、炭酸って初めて飲む人、ちょっと苦く、炭酸で苦く感じるんだけど、慣れてきたらすごくこれ心地いいんだけど、うん、いい感じ。で、炭酸水はあっちゃうけど、ストローで飲まへん。ストローで飲んだら、ストローの周りについた泡ですごい泡飲んでしまうねんね。だから炭酸水はもう、ここにつくの嫌やねんけど、もうこのまま飲むねんけど。うん。不思議なことにね、コカ・コーラとかそういう甘い系の炭酸水っていうのはそんなことないのに、この何にもない炭酸水は飲むときにストローで飲んだらなんか泡がすごいシュワシュワ飲んでしまうから、うん、なんか気持ち悪い感じするんだよね。だからまあ普通にコップに入れるか、これ飲む、ね、で、コップに入れたら打つときにシュワシュワする分で炭酸が抜ける気がするんだよ。だからまあペットボトルのまま飲むことが多いねんけども、うん、トップバリューの炭酸水、まあ癖もなく飲みやすいです。で、普通ね、あっちゃんいつも買ってる伊賀の炭酸水とか、結構多いのが伊賀の炭酸水、伊賀ラムの炭酸水だけど、あれがね、50何円、安い時40何円とか、そんなんやねんけど、まあ40円後半ぐらいから50円半ばぐらいやねんけども、これはね、60何円やねん。ちょっと普通より、そこらのより高いねんけどもね。まあでもね、ウィルキンソンとか、ね、まあそのあたりの炭酸水よりは安く。で、まあね、チューハイ作ったりとかに割るのにもいいし、普通に飲む分にもいいしね、まあ、いいんじゃないのかなと。この前ね、ちょっとジャスコ行った時見つけて買ってみてんけど、まあこれはこれでありです。炭酸水今ちょっとブームで、結構体にいいって飲まれてる人が多いみたいで、この前ね、朝一でテレビでやっとってん。で、それちょっとね、なかなか時間がなくて、ちょっとだけ飛ばし見しとってんけども、その中でやってた効果がね、お料理に使ったらいいねんて。で、ハンバーグ作るときに、ハンバーグをこねるときに、ちょっと炭酸水を使ってこねる。で、焼くときに水、フライパンで表と裏焼いて、あとちょっと水入れてふっくら焼くって言うと、そのときに炭酸水ちょっと入れねんて。50cc ほどね。それすることで、練り込んだハンバーグの中の炭酸水の炭酸成分、炭酸って二酸化炭素、泡。あれが、泡になって蒸発すんねって。ほんで、泡、気泡がいっぱい入んねって、ハンバーグの中に。その気泡があって、やっこいふわふわハンバーグになるらしいね、焼いたらね。で、また周りからその炭酸水をかけることによって、その炭酸をうまく肉の中に閉じ込めて、ふわふわのハンバーグができるらしいね。で、うち子供がね、一回ハンバーグをお弁当に入れたら、冷めたら硬いっていうね。で、市販の冷凍のやったら、ちょっとマシかな思って、市販の冷凍も入れてんけども、硬いっていうね、冷めたら。だから今度これちょっとね、炭酸水を混ぜたハンバーグを作って、お弁当入れてみんなもいいかなと思ったりもしてんだけどね。そんな感じにね、ちょっとでも焼くときやっこくなるから、焼きにくいとは言ってたけど、使えるみたい。あとね、炭酸水で、テレビの、これ全部テレビの情報ね。で、炭酸水がね、いいのは、これをね、煮物にするときの水と調味料入れて煮込むやんか。それに炭酸水、水を炭酸水に変えねって。だから、気泡で、
時短で結構に煮物が早くできるらしい。早く熱が入んねんて。味も染みが早いねんて。うん。で、それやってたの。で、あとはね、普通にドリンクに飲むのに、炭酸水で割るのにね、小豆っていうかな、あんこ、キウイ、で、ヨーグルト、で、マシュマロを、ね、それをね、炭酸で割った方が美味しい言うてて、ほんならなんか、小豆、あんこを飲んだ人は、なんかかき氷食べてるみたいって。で、ヨーグルトはね、すっきりして飲みやすいって。で、キウイはね、ほんまに普通のドリンク、美味しいドリンクになったって。炭酸すごいゲップ出るわ。で、マシュマロ飲んだ人は、普通にマシュマロ食べながら炭酸飲んでるみたいって笑ってたけど。あとね、そうめんを茹でて、で、そうめん、水の中にそうめん浮かべて食べるやんか。その浮かべる水を炭酸水に変えて、それをね、シュワシュワシュワから取って、麺つゆにつけて食べてた。なら、シュワシュワして美味しいって言ったけど、あっちゃん去年かなやったやんか。逆パターン。麺つゆをこれで割んねん、炭酸水で。ほんで、シュワシュワ麺つゆで美味しいねん。で、最後ね、その人も麺つゆに、その、入れたったやつをすくって入れて、で、シュワシュワの麺つゆの美味しいって言ったけど、それあっちゃん去年やってんけど、うん、結構美味しかった。面白かった。さっぱり食べられるしね。うん、これまた今年もやりたい。あっちゃんは炭酸に浮かべるんじゃなく、麺つゆに炭酸入れる方がいいと思う。うん、そういうのが去年やってね、面白かったし、美味しかった。うん。でそういうのもありちゃうかなと思った。うん。あっちゃんちょっと先取りって思った。はい。あと何やってたかな。炭酸のお風呂。お風呂に入ると血行が良くなるねって。ちょっと痒くなるらしいね。血行良くなる分。だから、で、その分やっぱ温まってるしね。体の油もちゃんと浮くし、お風呂にいいらしい。あとはね、頭、散髪、先発。頭洗うのに炭酸水で洗うっていいんだけど、最近なんか、炭酸のシャンプーが出てねって、それちょっと気になるな、探してこようと思って。炭酸で洗ったら、頭はすっきりすんでって、で、いいらしい。うん。で、頭の中の毛穴とかも、の油とかもよく取れて、すごいね、すっきりした気分になるらしいよ。ね、炭酸シャンプーも気になるなと思って。今まで炭酸水で、普通のシャンプーを炭酸水で洗うっていうのがあったけど、炭酸シャンプーっていうのが今外国から入ってきてるって言ってたわ。あとね、何やったっけな。の、あ、そう、炭酸のパック。炭酸パックしたら、すごくすべすべになるらしい。飲んでもいいし、パックしてもいい言ってた。で、まあ、その前に、まで、この、合う合わへんパッチテストみたいな感じ、ここに、コットンにつけて、手に置いてやってた。テレビやってたわ。うん、なんかそんなんやってたり。あと、まな板洗うときも、まな板に炭酸水かけて、平らなところちょっと置いてくれて、5分、10分。その後、食器洗い洗剤で洗ったら、炭酸の泡で、まな板のデコボコの中に入った汚れも浮き出すから綺麗に洗えるって。うん。なんかちょっともったいない気もするけどね。で、それは炭酸のちょっと気抜けて飲むのにはちょっと気抜けてるなとか、そんなんで十分やって、洗い物するのに。うん。なんで、シンクとか洗ったらいいよって。うん。シンクピッカピカになるらしいよ。気の抜けかかった、もう飲めへんような炭酸。うん。で、洗ったら。あとね、なんやろ。そんな感じやったんかな。でもね、炭酸水レシピって今流行ってんねんて。ちょっとそれ気になるから、あっちゃんも気に調べてみたりとか、我流で面白いこともやってみようかな思って。炭酸水飲むだけじゃなくね、いろいろ使えるなと思って。で、これ昨日かな、おとついかどっかの動画であっちゃんやったところが面白かったんが、炭酸水を飲むとダイエットにも食欲増進にもいいやつね。食欲増進にはこれをね、コップ一杯、まあ普通のこんなグラス一杯飲んでからご飯食べたら、胃がすっきりするから、こう食べやすいって言うんだけど、確かにそうかもわからへんけども、逆にダイエットしようと思ったら、これ一本飲んでからご飯食べるよ。これでお腹いっぱいになるわ、って気になるんだけど、こんなもん一本飲んでからご飯食べられるわけないやんね。うん。そんなね、恥ずかしい情報、平気でテレビで言える天下の NHK さん、ある意味恐るべし、やなと思った。うん。当たり前ちょっと、言ってるね、人も笑ってたもん。うん。誰やねん、その企画考えたけど。それを考えた人なんか、それ、どっかの先生がいたんか知らんけどね。こんなもん一本飲んだ。これだけ事故だかってさ、なんかダイエットどうのこうの。こんなもん買わんの。水道水でもいいわ、そんなん。500飲んだら、お腹いっぱいになって物食べられへんわ、そんなもん。ね、面白い。そやったら、何だかな。ほんまにビールでもコーラでも何でもカロリー高いドリンクでもやけど、ほんまに 500cc キューって一気飲みした後ご飯食べようと食べられへんよ、そんな。ダイエットにもなるわよ。ね、面白かったよ、それはちょっと笑わせてもらった。うん。
まあ、そうだよね。結構ね、炭酸水セット作ったらね、水で割るもん。だからあっちゃん結構あれカルピスシリーズ、カルピスの最近いろんなカルピス出てるやん。桃とかイチゴとかリンゴとかの限定で、キウイとか。あれ炭酸水だったらすごい美味しいね。うん。だからそんなんありやと思う。うん。で、ミックスジュースとか作るときなんかでもほら、ミルクと、まあ、いろんなもの使うけど、それ炭酸のジュースにしようと思ったら、ね、ちょっと濃いめ、ミルクをいつもの量の半分ぐらいでギャーってドロッとしたちょっと濃いめのを作っといて、で、これ入れて、で、ステアしたいね。そんな泡立てて、ガーってミキサーで巻いたら炭酸飛んでまうから、そーっと注ぎ入れて、カクテルのようにそーっとこうステアして、そーっと混ぜて、で、飲んだら、多分炭酸系の、生フレッシュジュースができるからいいんちゃうかなって。あと野菜ジュースなんかでもね、炭酸で作るっていうのもありかもわからへんし、うん、だからミキサーもやけど、ジューサーでギューって絞って、絞ったやつに炭酸水加えていって、あまり入れすぎたら薄なるから、ある程度その合ういいぐらいまで炭酸水を薄めて飲むっていうのもある意味ありかもわからんね、うん、でとね、あっちゃんがね、前ね、ジョーダンハム売ってたんよ、面白いので。大体味の想像はできてんけども、ジョーダン半分で絶対受け狙う思て買ったんがあってん。ブログやってた頃かな、ブログで紹介するのにね。それが、昔あったん、バクコーク、バクコールやったっけ、バクコークかバクコールかなんかあったん、覚えてる？昭和の人は何人か知ってると思うんだけど、バクコールってバクガのスパークリングがあったん。言うたら麦茶のスパークリングよ、麦のスパークリング。そう、今よくね、流行りってことだけど、ビールが飲みたいけど運転ね、飲酒運転厳しくなって飲まれへんから言って、ノンアルビール飲んでるけど、麦茶炭酸で割ったらビールみたいな味になるねん。で、何年か前、ここ3年ぐらい前にそれが出てたんよ。炭酸麦茶か炭酸紅茶かなんか、じゃあ炭酸麦茶、うん、麦茶の炭酸スパークリングゼロキロ、じゃあゼロノンアルコールの、麦のなんとかって書いてあって、まあその頃ね、ノンアルビールじゃなくね、麦茶の炭酸かなんか書いてあって、まあ、まあ大体想像はできてんけど、こうたらまずい、もうビールの味やって。っていうことは、ノンアルコールビール飲むよりも、もう麦茶持って行って麦茶を炭酸で割って飲んだら、ある意味ビールになるんじゃんって思った。あ、じゃあ飲みたくないけどね、うん、そんな使い方もあるのかなと思ったり、うん、まあ、だからね、炭酸水って意外と何でも使える。ただこのまま飲むとちょっと癖があるかわからんけど、いろんなものと割っていって、で、最初癖があんねん。まずって思う人多いねん、結構。と思うんだけど、これ飲んでると癖になっていく。ヨーロッパの方とかってね、レストランでは、ノンガス、コンガス言うて、これを、レストランでも水買わなあかんねん。水ただで出えへんねん、日本みたいにね。で、買うときに、ガス入りかガスなしか選べんねん。うん、でねんけど、日本でそんなんなかったんよね、今まで。でも最近なんかね、ちょっとおしゃれなレストランとかは炭酸水を選べる店があるって。で、日本はやっぱりサービスで水出るから、サービスの水にコンガスを出してくれるお店があるんやって、うん、そんなん今日テレビでやってたわ、うん、そんな感じでね、炭酸水あっちゃんは好きなんで、このままよく飲むんだけどね、うん、結構ね、もう十何年ぐらい前から結構炭酸水はよく飲むようになってんだけどね、うん、昔高かったの、炭酸水瓶のやつでね、外国製のばっかりやった、日本製でそんなんなかったからね、まあまあ高かって、うん、やってんけどもね、今安くなっていいわ、これほんまに。この500でほんまに100円せえへんどころか50円60円で買える、すごい嬉しいな思って。また箱買いしとこうかな、買うの持って帰るの持ってからさ、ネットで買ったりもするんだけど、ちょっと割高やねんけど、で、スーパーで買ってもね、箱で買って2000円あるするか1000円かぐらいか。50円の5人1000円、1000ちょっとぐらいね。うん。だからね、まあ買ってくるんだけどね。ペットボトルだとね、ゴミ箱にポイって捨てられるし、かさばらへんけど。カンカンはね、まだリサイクルの日じゃないと出されへんで、めんどくさいねんけど。まあ、そんなこんなで、トップバリューのスパークリングウォーター。これもこれでありです。まあまあ炭酸、強炭酸です。あちゃん結構強炭酸が好きなんでね。うん、だから、ちょっとね、飲んでみてんけど合わへんなと思う人、癖あるけどね、何回か飲んだらね、慣れてくるね。慣れてきたら今度美味しく感じるようになってくるし、結構体にも健康にもいいんで、炭酸水ぜひよかったら飲んでみてください。うん。
中からも外からもね、炭酸水っていうのは体にいいしね。で、美肌にいいらしいよ、炭酸水。うん。で、炭酸水で顔洗うっていうのもいいらしいんだけどね。もったいないけど。うん。そんな感じでね、炭酸水いろいろ使い道あるんで、ぜひよかったら。で、家で作れる炭酸水メーカー、ちょっと高いねんけどね、あっちゃんも欲しいなと思うね。ほんだら炭酸の強さとかも選べるし、で、もともともジュース作るときとかにね、うん、もうそこのペットボトルにこういうのジュースの素しかなんか入れて、そこに炭酸入れることできるから、うん、仕込む、これに仕込むこともできるしね。そんなんで、いろんなこともできんねんけども、なかなかそれが、あっちゃんなんか味噌汁、こんなんか味噌汁入れて炭酸のガス入れて、炭酸味噌汁とか作れるかもわかんない。気持ち悪いやろけどね。まあまあまあ、そんなバカなことを考えてしまったあっちゃんでした。今ふっとね。まあそんな感じでね、いろんな炭酸水の使い方あるんで、よかったらやってみてください。ということでした。では、またね、バイバイ。トップバリューの炭酸水の紹介と炭酸のお話ちょっとやってみました。よかったよと思ってくれたら高評価を。またね、炭酸のいろんなのみんなが使っている活用法があったら教えてください。で、また応援コメントとかね、いろいろ待ってます。で、チャンネル登録してみてくれたら嬉しいです。では、またね。Bye-bye.